どうぞー。どうも、ガードマンです。キャビーン。わっさー、中野のラペゼン42オーからの発信、どうも MI です。プラララ。はい、ということで、はい、今日はね、なんと大大平和な企画なんですけど、大大平和、まあ、最近さ、これスッてもうキラキラ光るやつがあるやんか。あるよ。あ、もう恥ずかしすぎるやん。なあ、あいつ光ってるぞっつって、あ、ディズニーランド帰りけっつって暴言されたことあるから俺。だから、まあ、それもあってこれ出しました。いや、ちょっと山内も一回ちょっと、あ、いいですか、うん、吸ってみます。あ、普通にクールやわ。もう嘘だしな、うん、これ嘘抜きでやって、どうぞ意見言って。もういや、ま、こっちはね、正直数も決まっててすぐ売り切れると思うんですよ。ドッジボール、これ3人じゃできないんですよね。ゲスト呼んでます。どうぞ、ブラゼル選手。はい、どうも、ブラゼルです。ブラゼル選手に来てもらいました。やばいよ。やばい。ブラゼル選手、はい、元ドッジボールメジャーリーガーということで、意気込みどうですか。全員ドッジボールということで、はい、大事なもの忘れてますよね。そうですね。ボールです。こちら用意しました。はい。おい、どこ投げてんねん。お前何やってんねん。お前ブラゼル選手、お前明日セレッソ大阪戦やぞ。大丈夫ですか。無理。誰、ここが僕の庭です。最高のね、場所を僕が用意しました。今回もやはり一人ではできないということで、ゲスト呼んでおります。阪神タイガースから新井選手、どうぞ。どうも、新井です。新井選手、今日の意気込みをどうぞ。ガードマン今日呼び出してるんですけど、確実にアプローチつけてくると思わないですか。恋につきました。今回やらせないドッキリで、一人でちょっと力不足なんで、すごい方用意してます。阪神タイガースの檜山選手です。どうも、檜山です。どうですか、調子は。今回こちら、はい、もうね、僕のやつで買われて、僕も何かんて、アニメ何好きなの。アニメ、はい、ドラえもんと、はい、オバキューと、はい、笑うセールスマンかな、うん、藤子さん。藤子さん。ドラえもんの映画が俺好きやな。ピースケ一番好き。ピースケもあるわ。何、何好き。道具で一番好きやな。何、道具で、うん、1位だから3位でランキングしていく。あ、いいね。俺が一番好きなのは、まあ、3位、まあ、スモールライト、うん、で、2位が、モダンジューシーのキビ団子。うん。もう1位、どこでもどうやな、間違いない。ああ、まあまあまあ、それはな。うん。それは、まあ、王道考えて、それは。山ちゃん、なんなん。俺、だ、3位が、終わり。終わりやろ。ねえ、エメイ君、なんすか。むずいな、これ。一回。あ、これ一回俺が持ったまんま飛ばした方がいいんじゃん。地面とか。持った方がいいか。はい、これで一回飛ばしていった方がいい。いいよ、しか。行こうか。お前、ライト兄弟。ライト兄弟やん。なあ。なんなん、それ。飛んでた。チャレンジ精神がライト兄弟なんや。それで飛ぼうとすんのか。チャレンジ精神がライト兄弟よ。山ちゃんやったら、なんで突っ込んでた。俺やったら。お、うまい。カウントを減らしていいですか。行きまーす。3、2、1! ちょ、危ないね。おおおお、バンジージャンプの陽気な外人か。な、バンジージャンプの場所で働く陽気な外人か。すげえ、すげえ、全然じゃ、右から投げよう。おお、うわ、高得点や。え、高得点じゃん。え、18、13、10ってことは、41や。すごいね。じゃあ山ちゃん。いや、これほんますごいわ。でも、いきます。はい、どうぞ。いきます。次、目隠しでいきましょうか。もう一回練習してないですか。もう一回で、僕のポケモンたち、こんなん見て。どれ。あ、メタグロスがいます。まあまあ強い。はい、やってるっていうのは分かるよね、みんな。すごない。しかもこれ見て、これ、すげえやん。どれ。おい、名前どうしたんですか。いや、色違いやったんで、大切にしたいなと思って、大事な友達の名前つけたんですよ。いや、違うへんけ。キャラを考える。なんかずっと出してるわ、匂い。すいません。臭そうなやつずっと出してるわ。まぁ、こんな感じっす。山ちゃん、どんなん。あ、僕ですか。はい。僕は、僕のはね、はい、結構強いと思いますよ。おぉ、
低いから、はい、今日はもうね、サブチャンネルで存分に遊べるということで、楽しもう。山ちゃんがなんかアポ取ってくれたんですよ、はい、さすがスポーツ系と言えば山村貴人、まあ、やっぱここはやっていい、俺と今勝負みたいな、でどっちが上手いから、ね、落ちたら負けみたいな感じで、はい、最後お母さんにメッセージ送れよ。はい、お母さんにさよならのメッセージ、これ一緒にしてるわ。お母さん、僕がいなくなっても探さないでください。あなたの胸にいます。僕を産んでくれてありがとう。産んでへん。お母さんといた18年間はとても濃かった。いてへん。僕の中でお母さんは偉大な存在です。そうか。僕お母さんとおれて本当に良かったです。お母さんもそんなことないな。これからも長生きしてください。分かってる、ありがとう。はい、お前、遺言な、産んでくれ。どうぞ。じゃあ行きます。はい、これがタンスね。はい、どうぞ。いただきます。え、待って、どうした？今まで人生で食ってきた中一番うまい。一番うまい、まあ、一番うまい。じゃあ今まで一番何やったん？100万から150万、俺は一番長かったと思う。ストライクがつき、心身ともに深々と、反省しているご一方でございます。私たち、チャンネルガードマン、僭越ながら、温度を取らせていただきます。すいませんでした。はい、2ヶ月が経って完成しました。こんな感じに出来上がってました。ありがとうございましたということでね。すげえ、はい、取ってとかもついてんやん。山ちゃんも完成しました。はい、僕も完成しました。どうぞ、こちらです。じゃあ行くぞ。行きましょう。うまいでこれ。うん、うまっ。どうした今まで。その、もうやめてんの。超うまそう。いただきます。どうぞ。いただきます。どうぞ。めちゃくちゃうまそう。うまそうっすね。あ、それもったいない言い方してる。贅沢やわこいつ。めちゃくちゃうまい。じゃあちょっといただきます。うん、めちゃくちゃうまそう。でもこれも相当うまい。ちょっと願いだよ、中村。え、いいっすか。中村辛いの大好きやから。大好きこっちかな。米合うわ。うわ、めっちゃうまいっす。いただきます。ニンニクもらったからやろう。どう、かき込むね。うん、うまい。うまいけど、どっちの方が好き？おやっぱニンニク。ガチケダチ、ガチケダチ。どうぞ、はい、いただきますよ。相当うまいっすよ、お前は。じゃあ僕もちょっといただきます。ケタチ、ガチケタチ。ポテトもえぐいよ。うん、まい。めちゃめちゃこのポテト、はい、今まで食った食い物の中で一番脂乗ってる。今まで脂一番乗ってる。今まで一番脂乗ってる。今まで一番なんなん。福岡の暴走族。それぐらい乗ってる。えぐい。確かにめっちゃ脂乗ってるわ。うん、めちゃめちゃ乗ってる。今まで一番乗ってる。よかったな。塩少々。いただきます。うん、いやいやよ。家の広さが一畳。いいえ、もうおもんないわ。もうやめるわ。何がないもん。そんな土地ないもん。どこに売ってるの？どこの不動産屋？ごめんな、一畳。おる？おらんな。うん。じゃあもう行けよ。いやいやよ。家の広さが二畳。いやいやよ。止めてんやん。止めて。あ、一緒のこと言ってんだな。俺のこすってんやん、引っ張られてんやん。いやいやよ。生まれ。いやいやよ。クラスメイトが日本ザル。いやいやよ。担任の先生がマントギギ。いやいやよ。